コプトは、主に、エジプトにおけるキリスト教信徒を指す。コプトの大多数は、非、カルケドン語るコプト正教会であるが、東方天霊カトリック教会たる、コプトカトリックや、プロテスタントなども含まれている。コプト人という民族がいるわけではなく、民族名ではない。全世界に1000万人から2000万人ほどいると、される。エジプトには、 キリスト教の成立直後から信者がおり、イスラム化された後もコミュニティが存続した。古代エジプト歴の流れを組むコプト歴を使う。現在、エジプト人口の約1割が、コプトで世俗主義的な CC 政権の支持者が多い。コプトの語源は、古エジプト語にまで遡る。元は、メンフィスの別称、ヘトカプタ派に由来する。後に、ギリシャ人が、これを、アエギュプトスと ギリシャ語読みし、それがエジプト全土を指す言葉となった。さらにエジプトを征服したアラブ軍は、それをアラブ化してキプトと発音した。これが後にヨーロッパ人の間でコプトと呼ばれるようになった。アメリカ合衆国にはニュージャージー州やニューヨーク州、そしてカリフォルニア州を中心に、 コプト教徒のコミュニティが存在し、その人口は最大100万人とも見積もられ、その数は近年さらに増えていると言われている。コプトはイスラム化したエジプトにおいて、経典の民として許容されてきたが、近年はアイスセルなどイスラーアーム過激派から、迫害、テロの対象にされることが目立つ。コプト美術コプト美術とは、コプト教の3世紀から12世紀頃までの美術を指す。 歴史的、美術史的故障。現存するコプト美術遺品の多くは、キリスト教の教会などに関係したものが多い。コプト人は政治権力の中枢から遠ざかっていたために、その美術は時代の主流となることはなく、常に地方的な文化として存在したことが一つの大きな特色である。また、コプト教の教義の上では、同じく、 キリスト単生説を取るシリアやアルメニアとつながりを持つ。そのため、コプト美術には様々な地域の核要素が混在している。コプト人は7世紀中頃、エジプトがイスラム化されてからは、ナイル上流の壁地や砂漠のオアシスなどに小さな集団を作って住み、独特のキリスト教文化を形成した。その結果のうちの一つがコプト美術であった。コプト美術は、 王朝時代以来の古代エジプト美術の伝統とともに、ヘレニズム様式、ビサンティン様式、シリア、アルメニア、エジプト土着の伝統を融合しているが、その土台となったのは土属性を強く残した素朴な美術であり、それらの様式の折衷、根性も指摘される。また、ヌビアやエチオピアなどとも強い関連を見せている。聖堂なども、 ナイル川沿岸の上流まで各地に多く建てられたが、現在はほとんど廃墟と化している。ありがとうございます。